心霊学校からの脱出。どうも、タクタクです。それでは、やっていきましょう。最終回、第7章ですね。まあ、エンディング付近までカットしたいと思いまーす。はい。はい。というわけで、ここの選択肢まで来ました。ここ多分、はいを選ぶと、トゥルー行くんじゃないかな。行きます。はい。縁の、ある、あ、違う。品は集まっている。今がその時なのよ。時なの。縁のある品かな。うん。こっちに行く、襲いかかってくる。園田さん、こんなに膨大な資料に取り憑かれながらも意志を曲げず勇敢に孤独な戦いを貫き通したあなたへ、私なりの手向けをしてあげるつもりだったのだけれど、ごめんなさいね。あなたの最後の力はお友達を守るために使わせてもらうわよ。キャー。お、なんだ。怖っ。なにこの人形は。あ、血圧に手出しなんかさせない。なんだったの今の人形は。あの人形が入ってたってこと、トランクの中に。怖すぎるよ。この私が、あやこなの。残留しねえよ。あなたにお別れが告げられなかったことを相当悔やんでいたのね。霊媒を使い、園原さんの思念をこの肉人形に口寄せして、肉人形だったのね。あなたとちゃんとお別れをさせてあげようとしてたのだけれど、この場に漂う霊魂に邪魔をされて、その時間はなくなってしまったわ。はい。あ、どんどん引きずられてく。ソナさんの遺体が資料に持っていかれるわ。潮時ね。今のうちに逃げるわよ。園原さん、その体は置いていくわ。時間がない。行くわよ。あやこなの？千夏、ごめんなさい。あなたに何も伝えられなくて。私はもうあなたのそばにいることはできなくなってしまった。でも、千夏ならきっと大丈夫。今も千夏のそばには協力してくれる友達がいるんだから。私が隣にいなくても大丈夫。何勝手なこと言ってんだよ。私に断りなく勝手に行くなって、勝手にお別れなんてひどいよ。なんで何も言ってくれなかったんだよ。ごめんなさい。あなたを心配させたくなかったの。でもダメね。かえって千夏を危険な目に遭わせてしまって。桐島さん、ありがとう。私の体が完全に引きずり込まれたら、もう資料たちを抑えきれない。今のうちに早くここから逃げて。やだよ。早く私。内海さん、あなたの友人は死んでいるの。それは私が用意した肉人形に一時的に取り付いているだけなのよ。もう、お別れしなくてはいけない。彼女が稼いでくれている時間を無駄にするべきではないわ。ありがとう、千夏。自分の霊媒体質や不幸を恨んでばかりいた人生だったけど、あなたと過ごした時間だけは、眩しく輝いていた。あなたが私に生きる意味を教えてくれた。生まれて初めて幸せだと思った。死にたくないと思った。もっと生きていたいと思った。だからね、千夏。私の思いは千夏に託すよ。あなたは私の分まで長生きして、結婚して子供を作っておばあさんになって、そして、たくさんの出来事の思い出話を私に聞かせてね。それまでずっと待っているから。ここでお別れだよ、千夏。また会いましょう。あやこ。内海さん、早く。千夏、全くあの子は、本当に危なっかしいな。はい。だから、誰かがそばにいてあげないと。でも、それはもう私じゃない。私は千夏のそばに、隣にはいられない。千夏が行ってしまう。千夏。やだ。私一人になりたくない。本当はずっと千夏のそばにいたい。ダメ。まだこぼれないで。私が泣いたら千夏は不安にさせちゃう。お願い。あと少しだけこらえて。お願い。視界がぼやけて千夏の顔が見えないよ。やだよ。こんなのお別れなんてやだよ。もっと一緒にいたいよ。千夏。千夏。どうなのこれ。奇跡が。その時奇跡が。
起きない。あやこ。え、どうして。幽霊になったってあやこはあやこじゃないか。我慢ばっかりして、あやこの気持ちなんてとっくにお見通しだよ。私だって同じでずっと一緒にいたいよ。あやことお別れなんてやだよ。私絶対に離れないからね。このまま死んだって構うもんか。どこにも行かない。私も置いていかないで。私も連れて行ってよ。ダメ。こんなのダメだよ、千夏。お願い、千夏。あやこ、あやこ、千夏。どうなる？どうなるんですか、これは。行っちゃうのかな？千夏も。あれ？ここは？ひどい目にあったわ。もう少しで本当に危ないところだったのよ。死んでも構わないなんて死者に対する冒涜だわ。あなたがそう思うのは勝手だけれど、私も私の勝手であなたを止めさせてもらったわよ。恨んでくれても構わないわ、霧島さん。何よ。ありがとう。別に私は結局何もできなかったんだね。あやこを助けてあげることも、ちゃんとお別れをすることさえ。そんなことないわ。あのまま見捨てるように別れていたら、彼女は未練の強さで悪霊になっていたかもしれない。確かになってたかもしれない。あ、なりそうだったもんね。園原さんの心の呪縛を解放してあげられたのは、あなたの後先考えない捨て身の行動があったからじゃないかしら。そういう意味であなたは彼女を救ってあげたのよ。まあ可能性の話だけれど。それでも宇宙美さん、膨大な数の資料に取り憑かれながらなお生きていたと思えるほどに、あなたと過ごす時間は彼女にとって何より幸せであり大切だった。それだけは確かな事実よ。握手をしてくれる？霧島さんは私と綾子二人の恩人で、二人の友達だね。ふ、あなたは、人の話を全く聞かないタイプね。トゥルー、トゥルーな感じだ、これで。霧島さんと手を繋いだ。あの他の三人はどうなったんですか？もう片方の手は、少しだけ、綾子の近くへ伸ばした。あ、虹。トゥルーエンド。あのままだと綾子はあれですね、悪霊になってたから、もう成仏できたと。他の3人はどうなったんですか、結局。後日談、これでわかるという感じか。心霊学校からの脱出を最後までプレイしていただきありがとうございました。レビューは後からします。そっか、ちょっと、込み上げてくるものが多少ありましたけども。見ますか？ギャラリーね。ギャラリー。お！プロフィールを？各室に散らばった学生証を集めよう。これ！これもまた集会しないか。もうこれはいいや。これはいいでしょう。その1。後日談その1。傑作さん。うん。嫁にクビになったね。うるせえよ。犯行未遂で済んでよかったね。そうだね。もうお別れだね。お前な、慣れ慣れしいんで。もっと他の生徒みたいに俺を警戒しろよ。頭悪いのか。脳みそ、蒸発してるのか。結構元気で安心したよ。いい仕事が見つかるといいね。たくお前がいると調子狂うんだよ。土味方のお嬢様に鬼畜っぷりを発揮しようとしてるにゅ。でも本気だったらもっと効率よくできたんじゃないの？何が言いたいんだよ。本当は心のどっかで迷ってて止めてほしかったんだよね。かぁ、バカか、このクソガキ。
俺はお前みたいなちびきじゃ大っ嫌いなんだよ。私はそうでもないよ。もういい。こんなしみったいた用務員室になんか来てねえでさっさと帰れ。うん。まあでも、おめえみたいな奴にもっと前に会ってたら、俺のくすったいな人生も少しは変わってたかもしれねえな。そんなことないよ。私ごときがいたところで、傑作さんのくそったれな人生は、くそったれなままだよ。ちげえねえや。そんな危機管理もできねえでヘコヘコ生きてると、いつかお気がするぞ。俺の発給権の指南書だ。覚えておけばいいさという時に役に立つこともあら。取っときな。いらない。汚い。臭い。結局こう、励ましてんのか、ね、ディスりに来たのかわかんないです。キッ!あばよ!バイバイ、傑作さん。バーカバーカ傑作がどこか恨みきれない私がいます。その2。はあ、いいね、傑作ね。レイカさん。レイカさんね。あら、ちなつさん。その節は大変お世話になりました。いいのよ。ゆりの時間が始まるかもしれない。それより大して役にも立てずごめんなさい。まさか事件に取り巻きさん、生徒会の人間絡んでいたなんて。取り巻き先輩も被害者だったと思います。今もまだ病院ですし。そうね。でも彼女のことは心配しないで。私が責任を持って面倒見るから。傑作さんも不問にするなんて心広いですね。まあそれは学園のためでもあるんだけどね。なるほどね。でもクビにはなっちゃったけど。そうね。だってキモいもの仕方がないわ。理由はそこなんですね。今回の件で自分の力不足を痛感したわ。もっと自分を磨かないといけないわね。今度千夏さんに何かあったら私が必ず解決してみせるわ。もう何かあったりしたくないですよ。それと桐島さんから聞きました。気を失った私を旧校舎から連れ出してくれたのはレイカさんだって。十分助けていただいてます。まあいろいろありましたけれど、私はレイカさんのこと好きですよ。まあ本当？それってつまり私にまだ千夏さんをペロペロするチャンスがあるということね。それはないです。やっぱペロペロ伺ってましたね。園さん、さあこれは誰だ、わかんないや。取り巻きか。園さん、あ、桐島さんか。何かしら一緒に帰ろう。いやよ、私はこれから動物の骨を拾って組み立てる大事な用事から怖いよ、何それ。私と慣れ慣れしくしていると周囲からのあなたの評価も厳しいものになるわよ。別にそんなの構わないよ。友達じゃん、付き合うよ。私はあなたと友達になったつもりはないのだけれど。ねえ、どこ行くの？何？役人山？骨と言ったら山だよね、やっぱり。あなたは本当に人の話を聞かない人ね。お、骨拾いに行った。ねえ、見つかった？そんな簡単には見つからないわ。あの時は本当にありがとうね。骨拾って何するんだろうね。私は自分にできることをしただけよ。それに実際に旧校舎からあなたをおぶって連れ出したのはあの生徒会長さんなのだから。体力を消耗していたのね。すごく息が上がっ、荒かったのだけれど。それ違う。それ多分違う。キーシマさん、それすごい、多分違う理由です、それ。でも、桐島さん、かっこよかったよね。わか、千夏もわかったね。なんか名探偵みたいで、与えられた情報と状況をまとめて推測しただけよ。でも、腑に落ちない部分もあるのよね。そうなの？どんな？取巻先輩が園原さんに、喫煙現場を見られただけで、なぜそんなに取り乱したのか。確かに喫煙は良くないことね。でも、たとえそれを学園に報告されたとしても、あの人よしの生徒会長ならもうしないと真剣に反省すれば、大ごとにはしないと思うの。ましてや生徒会長は学園長の娘、学園に対する権力もあるわ。決して挽回できないまでの信用を失うことはないはずだけど。それに取巻先輩からタバコの匂いなんて全然しなかったわ。それについては実は私に思い当たる節があるんだ。お、なんだ。何か知っているの？生徒会長を含めた生徒会の施設はすべて
って3階の別棟にあって、生徒会の人間は自動で学生証が認識されて別棟への扉を開けられるから、特に意識していないのかもしれないけど、そんなとこなんですか？一般の生徒は人の目を盗んだとしてもまず別棟に入ることはできないんだよ。それがどうしたの？麗華さんは大ごとにしたくないから黙っていたらしいんだけど、生徒会施設のシャワールームを使用中にたびたび下着を盗まれると言ってたんだよね。その犯行が可能な人物で麗華さんを崇拝している人物なんて、そりゃね。だとしたら、旧校舎でこっそり吸っていたものはタバコじゃなくて。これ虹の世界、そうだよね。あれだからね。女学院、いや女学院とかわかんないけど、ね、女生徒しかいないから、麗華さんの下着をくんかくんかしてたってこと？固まってる。ファンタジーだわ。ファンタジーだね。うん。その4。はい。くんかくんかしてたんじゃない？だから、タバコじゃない何かを。あやこ。うん。あれからいろいろなことがあったんだよ。なになにこれ。大丈夫。ちゃんとやれてるよ。だって、あやこが見ててくれるんでしょ？そうだ、二人で写ってるプリントシール。お守り代わりにしていいかな？ええ、もちろんよ。お。いないよ。いないよ。え、どういうこと？え、最後どういうこと？どういうこと？あやこ、はい。うん。あれからいろいろなことあったんだよ。大丈夫。ちゃんとやれてるよ。たったよが見てくれてるんでしょ。そうだ。二人で写っているプリントシールを守り返してもいいかな。ええ、もちろんよ。写ってないよ、あやこ。え、あやこ写ってませんけど？え、どういうこと？え？え、怖い。え、これどういうこと？あ、あれ？これの第1話の、序章では、あやこ映ってたよね。プリン、え？ごめん、最後の意味がわかんねえ。どういうこと？これ意味わかる？ちょっと怖いんだけど、怖くなっちゃったんだけど。これ学生証まで集めないとわかんないとか、そういうことじゃないでしょ？この最後のさ、独り言みたいのは何なの？これは。千夏の。二人で映ってる？映ってる？これ。映ってないよね。はぁ？というわけで、この謎がわかりませんが、これにて、心霊学校からの脱出を終わりたいと思います。え、ちょっとこれコメントで意味教えてほしい。ちょっと多少のネタバレになるかもしれないけど。ちょっと怖いんだけど、最後。意味がわかんなくて怖いんだけど。二人で映ってないのをお守りにしてるよね。って思ってたよね、確かにね。ちょ、これ、序章だ、序幕だけちょっと、最初の本、通しいんだけど。見るか。映ってるよ。でも笑顔。え、わかんねえ。はい。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。これがお守りなのかなって思いましたけど、ちょっと意味がわかりませんでした。最後。うん。でもなんか、すげえ楽しめましたね。パート10まで引きずっちゃいましたけど。はい。というわけで、この謎がわかる人、ぜひコメントで教えてください。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンも
よろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ、出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。